大人っぽくってでも可愛かったので一目惚れしました。バックインバッグがあって上から見ると探しやすくてすごく好きです。これは自分が作ったケースでこうするんだよね、 YouTuber は。ではバッグの紹介をします。じゃじゃーん。このバッグの出会いは夏パリに行ったんですよ。パリで本店で出していただいたバーキンです。ちょっと薄いピンクなので大人っぽくってでも可愛かったので一目惚れしました。こういう T シャツとかね、今日デニムなんだけど、これちょっとカジュアルな時にバーキンを持つのが普段好きです。私すごいいつもシンプルなの、毎日カバンを買える人なので荷物は結構少ないかもですけど、いつも絶対持って歩いてるものだけ今日持ってきました。まず携帯、携帯はじゃーん。これはですね、ボナーベンチュラさんのケースで、すごく便利で、もう2個目なんですけど、こうやってね、子供といる時はストラップつけて歩けるので、すごく便利で使ってます。あとこうやってね、こうすぐ YouTube 見れるので楽だよね。あとはお財布、これはシャネルです。お財布は結構毎シーズンじゃないけど頻繁に買えるかもです。この日お財布買えたらいいよとか言われるとちょっと気になるタイプなので、今年はこの白いシャネルで可愛いなと思って使ってます。バッグの中にですね、こうやってですね、じゃじゃじゃーん、こういう風に多分この中にポッて入るバッグインバッグがあって、これが意外とすごい便利なんですよ。小さいバッグでポーチとか入らないのにこうやってちゃんと分けられてあるからすごい便利で、いつもちゃんとこうやって入れて歩いてるんですけど、これですね、同じマンションのお姉さんにプレゼントもらって、これすごい便利なのがこうやってね、化粧品こうやって横とかこうやって分けられるから上から見ると探しやすくてすごく好きです。まずこれはセリーヌの髪の毛すごい伸びたんで、食事する時とかすぐつけれるように持って歩いてます。いつもなんかこうやってバッグに入れるか、もうこういうところにこうやって置くかで楽だから、いつも毎日持ち歩いてる時が多いです。じゃじゃん、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 見えた。あとはハンドクリーム、セルボーグさんのハンドクリーム、ほぼなくなっててもう使ってる感すごいんですけど、香りも好きだし、いい香り好きです。このリップ今も塗ったんだけど、これ塗ると結構ポップアップとかでも色を教えてっていう方が多くて今日持ってきたんですけど、韓国のブランドヘラ、ブラックピンクのジェニーがビジュアルやっててすごい可愛いなと思って、色がすごい可愛いのが多くて最近気に入ってるブランドです。ちょっとこうマットだけどツヤもちょっと出て色持ちがすごくいいので結構おすすめ。あとはクッションファウンデーションです。これはですね、本当にテクスチャーがすごくいい、ツヤも出て結構カバー力も高いからすぐ直す時もすごい便利で好きなの。クリームタイプだから肌が浮かない、すごく好き。本当だ、あ、メイドインコリアあとはバセリン、これ日本にあるかどうか分かんないんですけど、私はアメリカで結構いつも買うんですけど、こういうロールなんですよ。私バセリン結構好きで、寝る前とかこうベタっていっぱい結構つけたり、こうすごい乾燥肌だからこう綿棒とかでつけたりするんですけど、これ初めて見た時すごい便利で、手ね結構バセリンだとベタベタするのがこれでいきこうやって塗るだけだからすごくよくって、持ち歩いてる。結構こういう乾燥したりするところとか、マスクとかでかぶれやすいほっぺたこうシャシャシャって塗っといたりとか、香りもないのでいつでもどこでもつけやすいので、これ結構おすすめなので、子供にも楽なの。手でベタベタ触るよりシャッシャッって早く、嫌いだからね塗られるの、めっちゃ早く塗って便利です。ロールタイプからの最後なんですけど、ジュエリーケースです。じゃじゃん。いつも昔からジュエリーケースは持ち
街歩いてて、やっぱ現場で全部自分がつけてるジュエリーを置かなきゃいけないんですけど、そうするときに結構紙コップとか置いてるところにポンって置いて、いつも家に帰ったりして忘れ物することがすごく多かったので、ジュエリーケースを持ち歩くようにして必ずバッグの中に入ってます。これは自分が作ったケースで、結構前からオーダーして作ってるんですけど、結構いっぱい物が入るので、こうするんだよね、 YouTuber はなので結構ジュエリー持ち歩いてます。出張が多いからホテルとかでも必ず使うので、結構バッグの中に入ってます。自分のジュエリーは3点入ってます私が作ってるナーリンっていうブランドなんですけど、このピンクのこの辺は自分のブランドです。可愛いよね。ちょっと宣伝みたいなことやっていいですかこうやって指輪、これはモルガナイトっていう石で、みんな今すごく好きです。ピンク薄いのでね、こういうちょっと T シャツとかの時とかに便利です。これ一緒に同じ石なんですけど、ピアス可愛い。あとはこれはね、この前免税店でシャネルの、お、免税店全部閉まってたのにやっとシャネルの免税店開いたと思って入って、開いてるから買わなきゃみたいな可愛くないですか、チョーカーみたいになる。 T シャツとかでねつけると可愛いので、これも結構お気に入りで、お仕事終わった後とかディナーとかそのまま行く時も多いので、最近のお気に入りは入れてます。こういう感じでバッグの中に入ってます。結構少ないけど、本当必ず持ち歩いてるものを紹介した方がいいかなと思って持ってきてみました。これ結構酔うよね。ね、こうやっていろいろ便利。あ、これも入ってるしね、こうやっていろんなバッグに入れそうだけど、なんかバーキンにちょうど入るから汚さないしね、なんか便利です。ということで、バイラの皆様、そう、いつも必ず持って行ってるバッグの中身の紹介でした。いや、今日すごく嬉しかったです。また呼んでくださいね。またね。バイバイ。